はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。とうとう本日やっていきます。そうです、超ネコ缶。超ネコ缶って誰やねん。あ、なんだっけ、もう俺の名前なんだっけ。超ネコ犬の部屋紹介やっていきたいと思います。いや、あのね、ずっとやるやるって言ってたんだけど、なかなかね、あの、なんていうのかな、そのテンションがね、モチベーションが上がってこなくてね、やっとね、やる気になったんで、今日一気にやっていきたいと思います。誰やねん。あのタイトルの方に500万って書いてるんだけど、数えてみました。本当にこうやって電卓持ってね、ポチ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 押してて、まあ、200万とかね、こうした時にはもうすげえな、結構かけてんなと思ったんだけど、300越したあたりからちょっとね、あの自分でもちょっとドン引きし始めました。で、今回紹介する商品一個一個ね、こう合わせていって500万っていうわけじゃなくて、一部はもうあのクローゼットの中とか、あと地下とかにあるんですね、商品。まあ、箱だらけなんで、だからまあこの部屋にあったものがだいたい500万って感じです。はい、ということでね、いろいろ紹介していきたいと思います。誰やねんこれ。ちょっと待って、誰の真似しとんの。そうだね、で今日やっていく内容としては、この今いつも配信している部屋でしょ、ゲームとかやってる部屋、そして、一応まあ俺が寝てるところですね。で、あと最後におまけとして、そのよく聞かれるそのオフィスですね、仕事机、そこの方も見ていきたいと思います。なのでまあ最後までね、ぜひ楽しんでいってください。それじゃあやっていこう。まずはこのいつもね、動画を撮影しているこの机の周りから、紹介していきたいと思います。まあ全体的に見るとこんな感じなんだけど、こんな感じで、こっちに行くとこんな感じですね。こっちがゲームやってる、この前レースゲーとか撮ったとこですね。まあだからとりあえずこう、この左からね、こう一周こう右に向かって紹介していって、で後ろの方もやっていきたいと思います。はい、まずはね、こっちの左側から見ていきましょう。まずこのアームだね、このアーム見てください。このアーム、一般的のアームよりちょっとね長いんですよね。これ実はこれね、聞いてる方いたんですけど、これアメリカでしか売ってないんですよ。これアメリカのアマゾンから輸入した商品になってます。これすっごい優秀なんですよね。あのこのね、あのアタッチメントの部分は後から買ったんだけど、こう動くし、これボールベアリングっていうんですかね、こういう風にこうね、こうすごいんですよ。伝わりづらいな。とにかく長い。はい、アームはね、マジで YouTube 始めるんだったらまずね、買うべきものはアームです。僕の持論なんですけども、もうカメラより何よりアーム。俺アームね、10本ぐらい持ってますけどね。下から見ていこうか。ここね、はい、USB ハブですね。この USB スティックとかはまあファイルの転送とかにも使ってますね。 USB ハブ、これ大事だよね。で、こっち側にもう一個 USB ハブありますけど、こっちが左側、後で紹介しますね。で、これはクラウドフライト S です。これ最近めっちゃ使ってます。これ地充電今してますね。で、こっち側で地充電して、こっち側でスマホとか充電もできますね。次、こっち側ですね。できる男はやっぱ整理整頓してますね。僕がよく使ってる目薬。これゲーマーにとって命ですね。目めっちゃ乾くんで眠くなったりしたら、これは本当に重宝してます。で、こっちはやっぱバッテリーでしょ。で、こっちはオーディオ系ですね。オーディオ系のこうプラグとかね、入ってます。ここ USB 系ですね。はい、はい、なんか知らんけどフリーク入ってるな。どこができる男やん。はい、じゃ次 AG06 見ていきましょう。 AG06 はね、本当に神。これもマジですごい、すごい使いやすい。今でも実はロードのワイヤレス GO っていう、このね、トランシーバーっていうのかな、ここから転送して無線で僕のね、腰にあるね、腰にあるこのもう一個のレシーバーの方に飛ばしてます。で、そこから、こういう風にピンマイクに刺さって、僕の胸元にね、マイクがあります。はい、で、このヘッドセットなんだけど、 AG06 にいつも刺してるのはこちらの AD900X っていう、モニターヘッドホンになるのかな。これオーテクのやつですね。これすんげえいいです。やっぱ開放型たまらんですね。動画編集とかでも結構使ってます。付け心地もなかなかいい。で、ゼンハイザーのヘッドセットハンガーってやつにかけてます。はい、で、隣にあるのがヘッドセットのテストとかするときに使う、なんていうの、スプリッターっていうんですかね。これもすごく便利です。で、あとはアストロ A50 だね。これはね、もう PS4 でゲームするときに最近めっちゃ使ってます。もうワイヤレスはね、やっぱりね、楽、ほんと楽で、下にあるのが最近使ってるコントローラーですね。これは純コンですね。純コンと、こっちが BBC のやつですね。裏のね、パドルっていうの、これボタン使ってません、もう折っちゃってます。スマートトリガーすごい優秀です。こうカチ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 と、これも以前レビューしてます。よいしょ。
こっち側に HG60S だね。これキャプチャーカードなんですけど、僕これ使って最近はキャプチャーしてます、ゲームプレイとかね。以前はこれのオンボーロの内蔵型のそのキャプチャーカード使ってたんですけども、あっちの方がやっぱちょっと安定するね。こっちの方はたまにね、なんか認識されなくてこれ抜き差ししなきゃいけない時がたまーにあります。まあそんなに悪くないんだけど、でもまあ使えてます。ストリームデックですね。はい、ストリームデック、これは BenQ さんの、ライトです。オンオフしたりダイヤルで回して明るくしたり暗くしたり、はい、できます。あと上の方だね、上の方に、エルガトさんのキーライトがあります。これすごい便利ですね。何度も言うんだけど、あの YouTube やるならまずはアームをゲットしたら今度はライト。本当ですよ、光さえ良ければカメラそんな良くなくてもまあまあ綺麗に撮れます。はい、次、フィリップさんの、スーパーウルトラワイドですね。はい、画面に入りきらねー、でけー。はい、そして、こちらにあるのが G915 ですね。まあ日本語キーボードだったら、G913 になるのかな。俺は英語配列が好きなんで英語配列のやつをわざわざ買ってます。はい、提供してもらったのにわざわざ買ってるっていう。で、こちらが、コルセアさんの大型のあのマウスパッドですね。これ結構商品撮影っていうか商品動画でやるときになかなかいい感じの素材で僕は好きです。で、あとは、ここにね、実は奥にねこんなやつがいるんですね。オーテクの光オーディオを分岐するやつですね。だからここに PS4 からねこれ入ってきてる光端子の音声を3つに分けて、1つはこっちにあるミックスアンプ、1つはこちら側にある、アストロ A50 に飛ばしてます。もう1個どこ行ったのかわからん、そんな感じでございます。これすごい優秀で、ミックスアンプですね。さっきこれもね、ガチでバトルはする時とか使ってますね。で、マウスは基本的に僕メインで使ってるのはやっぱりこれだね、 G502 ライトスピード WL ですね。はい、これはもうめっちゃ優秀ですね。はい、でこれは配信中とかあまりこうマウス操作したらね、マウス操作できないスペースが限られてる時にこのトラックボールっていうんですかね、これを使ってます。ロジのなんていうのかな、 MX エルゴだね。はい、これすごい重宝してます。キーライトがね、実はもう一個ねここにありますね。こことここに1個ずつで、これを、僕が今スマホでこうね明るくしたり暗くしたりできるんですね。すごい便利です。はい、次、ここにね僕が普段使ってるマイクあります。これはなんだろう、 NT2A ですね。見えるかな、ロードの NT2A、 これを使ってます。でクラシックプロの、マイクアームにつなげてます。こういう風にね、アームの中を通っていくんで線が、この状態で、売ってますね。すごい便利です。ちょっとね、唯一欠点としてはここがくるくる回っちゃうっていうのはあるんですけども、でもね値段がすごい安いんでお値段以上って感じですね。ありましたね、アストロ A40、 はいはい、使ってます。最近はね、以前まではこのなんていうのカバー使ってなかったんで最近使ってます。なんかそっちの方が締まりが良くなるから、一時期ウォーゾーンの足音全然聞こえなかったからこれつけるようになりました。はい、こっち側だね。こちらちょっと全体図見せます。こんな感じですね、バーッと、あれは僕のゲーミング PC で、ゲーム PC は基本的にこっちに移してます。で、こっちに PS4 Pro、 Nintendo Switch、 僕のコカ・コーラゼロ。まず PS4 Pro ですね。 PS4 Pro はマジで僕が改造してるんですけども、穴開け動画っていうね、それで穴開けて静音化したんですけども、今でも壊れてないです。現役で稼働中です。で、Nintendo Switch ですね。今何十万するんですかね。これを使って熱盛とか配信してました。で、こちら側にあるのが、Nintendo Switch のプロコンっていうんですかね。これも、使ってます。基本的にプロコンでプレイしてます。はい、こちらにあるポータブルモニターなんですけども、これは配信するときとかにコメント読んだりしようかなと思って、設定してみました。まだ使ったことないんだけど。で、もう一個ね、ここに BenQ さんの、ライトがあります。はい。はい、でこちらがですね、アーテックさんの、ワイヤレスキーボードですね。これすごいちっちゃくて便利です。デスクスペースが限られている時にすごい使いやすいです。これがシロさんのマウスパッド でこちらがですね、バイパーですね、レーザーのバイパーかな、マウスです。これはゲーミング PC で使ってます。はい、でこちらはクリエイティブのスピーカーですね。これ1000円ぐらいかな、すごい安いやつ。これもレビューしてます。はい、で上の方に行くと、よいしょ、またね、またアームあるんですね、これ。同じやつですね。すごい便利です。はい。YouTuber になるならまずはアーム。で、次、こちら側に、このね、エルゴッ
ットン、エルカッテン、エルゴトロンか全然違う、エルゴトロンの、アームですね、こっちで使ってます。で、聞いてる方いたんですけども、こちら側で使ってるこのね、フィリップスの、ちょうどおでかいやつもエルゴトロンのやつを使ってます。OK な重量ギリギリなんだけど使えてます。ちょっとね、きつめにね、スプリング締めればこういうでかいモニターでも使えてます。はい、で上に行くとこうなってますね。ここはなんかそのなんていうのかな、こういう、業務用の網ラック、違うな、メッシュ、ワイヤーメッシュかな、ワイヤーメッシュとかいうやつですね。左上から、まあ、ペン類でしょ、ピンホールメガネ、これね、水平器ですね。これ水平器もすごい大事ですね。あのモニターの水平とかを測ったりします。意外とそういうとこだけ神経質です。これは今じゃ貴重なアルコールワイプですね。この棚だけで、5万円ぐらいの価値があります。嘘です。で、こっち側にコロコロですね。コロコロも大事ですね。こういうの紹介してどうするんだって話なんだけど、エルコムさんのこの空気プシューってやるやつ。はい、で最後に、あ、ここね、これすごい使いやすい、ジェネラルの電動ドライバーっていうんですか、これすごい使いやすいです。で、もう一個使いやすいのがこれ、これは名前忘れちゃったけど、ベッセルのなんか電動ドライバー、これもね、意外と欠品してますよね、これ確か在庫。これすごい、人気の商品です、ベッセルの電動ドライバー。で、よいしょ、これですね、いわゆる騒音メーターってやつ、たまにね、PC のね、稼働音とかこれで測ったりしましたね。これも結構使います。で、これも便利、ボッシュの、グルーペンですね。これすごい使いやすいです。これもおすすめです。はい、充電式です。そんな感じかな、こっち側そんな感じかな。あ、で、これでバットキッカーね。バットキッカー今ちょっと掃除中で外したんだけど、まだまだ、ね、FPS で試してないんで、そっちの動画も作っていきたいですね。はい。これはなんか有名なライト。高いやつ、うん。たまに照明が足りない時に使います。こういう風に。こういう風に回すんだけど。見てこれ、すっげえ明るいのこれ。これは業務用ですね。業務用のやつを買いました。LED ライトですね、これ一応。めちゃくちゃ明るいです。で、なんだっけ。これはゲーミング PC ですね。僕の初めて、ゲーミング PC をね、HP さんから提供いただいた、オーメンの、HP デスクトップ875だっけ、そんな感じですね。この中は、RTX の2060スーパーだっけ。はい。ぜひ、ね、動画見てみてください。これはすごい優秀ですね。はい。これでレーシングゲームとかもやってますね。で、プリンターですね。これは古いやつだね、結構。EP707A っていうのを使ってます。はい。で、あと、あ、忘れてた。そうそうそう。机の紹介忘れてた。これよく聞かれるんですけども、この机ね、これ、コクヨさんの、オフィスデスクですね。こういう風に湾曲デスクっていうんですかね。こんな感じになってるんだけど、湾曲デスクですね。で、岡村さんも結構出してますね。岡村もしくはコクヨの湾曲デスク買うといいと思います。かなりおすすめです。で、高ささえ注意すればいいかな。オフィスで使う前提で作られてるんで、オフィスシューズってのは高いじゃん。かかとが高いシューズとかを履く前提なんで、ちょっと高めに作られてるんですね。だから、高さ調整が下げれるやつ、机の高さ下げれるやつがいいと思います。まあそこら辺はね、体型によっていろいろ違うと思うんですけど、僕のやつはね、こんな感じで、実はね、高さ調整できるんですよ、これ。だから結構これは使いやすいです。重宝してます。湾曲デスクもしくはブーメランデスクで調べてみてください。はい。で、これちなみに以前使ってたやつとまた違うやつなんですね。以前使ってたやつは仕事場の方で使ってるんで、そっちの方で紹介します。で、ここ傷あるんだけど、これね、僕がカー X の動画でハンコンめちゃくちゃ、ハンコンの台をね、めちゃくちゃこれぶつけてたんですよ。で、ここできちんと、わーい、せっかくね、綺麗に買ってきたのに、ボロボロになりました。はい。すっげえ凹みました。はい。次、こっち側もね、同じですね。これも、コクヨさんの、同じシリーズの、デスクになってます。これ、サイドテーブルみたいな感じかな。うん。で、まあ、セットで買いましたね。なかなか使いやすいです。これも高さ調整できます。はい。じゃあ、こっち側行ってみようか。こっち側はね、これ全体ちょっとお見せしますね、ちょっと。ライトつけようか。見ていきましょう。これはやべえな。うん。本当はこんなもんじゃなかったんだけど、ある程度しまいました。さすがに。上から行きましょうか。ソニーさんの、まあ、有名な CD900ST ですね。はい。CD900ST。これはクラウドスティンガーコアワイヤレスかな。オーテクさんの結構ガチな、
ガチなダイナミックマイクですね。これ普通にブロードキャスト用のマイクです。これね、レビューしたかったんだけど、まだなかなかできてないね。これともう一個あるんだけど、後で紹介します。これレビューしようと思います、そのうち。で、これは、あれですね。タートルビーチのやつですね。ロジクール、ハイパー X のクラウドオービット S、クラウドスティンガーワイヤレス。こっちがこれが MH752。これもハイパー X の高いやつですね。下の方に行くと、これ GSP370 だね。これもね、結構使うよ。これすごい軽いから結構使います。フナテックのやつですね。これももちもちしててすごいんだよね。最近なんか僕のタイムラインでも買ってる人いたね。うん、これもすごくいいです。で、これ GSP600 ですね。定番ですね。はい。まあ、いろいろあります。で、このね、多分気になってる方いると思うんだけど、なんか怪しいかピヨーンってなってる。これね、本当は棚用のこういうハンガーなんですけど、こういうハンガーなんだけど、これ上に乗せるとすげえ跡ついちゃうから、ベビーガードみたいなやつを、まあ、100均のやつ買ってきて乗せてますね。で、いろいろ試行錯誤して、こういうなんか謎の形のやつもね、使ったりしてるんですけど、そのうちなんか3D プリンターできちんとしたなんかこういう、ワイヤーメッシュ用のヘッドセットハンガー作ろうと思ってます。はい。で、こちら側にあるのが、ダイソンのフラッフィーかな。これすっげーいい。マジでいい。これはみんな買った方がいい。これ値段高いけど、マジでこれ一番使ってる家電だと思います。すっごいお世話になってます。これあれだよ。掃除機なんだけど、出てくる空気が入っていく空気より綺麗なんだよ。そういった商品ですね。もちろんパワーはめちゃくちゃあるんですけど、これは本当にね、ダイソンの掃除機だけはマジでおすすめ。うん。で、きちんと台もね、こういう風にここのワイヤーメッシュにくくりつけてますね。使わないときはこれ充電してるんだけど、使うときはこう上に上げて持ち上げると。もうすぐこうやってガチャッと。そしたら充電始まります。すごい便利です。これは神。マジで神。はい。じゃあ次見ていきましょう。こっち側に行くと、なんか配線がいっぱい来てますね。僕、有線、3回線繋いでるんで、うん、とんでもないことになってます。これがね、レーシングゲームで最近使ってる T500 ですね。アピガのこういうホイールのね、スタンド使ってます。で、もちろんね、スラストマスターさんのね、サイドハンドブレーキ。あと、スラストマスターさんのスティックシフトついてます。なんか最近ちょっと実車ステアリングに変えてみようかなと思って、アダプター買おうかなって検討してます。で、こういうのって結構たくさんね、USB 接続必要なんですけども、僕ね、これでまとめちゃってますね。だから、レーシングゲームやるときはもうこれをそのまま PC に挿すだけなんで、すごい便利です。はい。このね、台がめちゃくちゃ重いんですよ。そうそう、このペダルもごついよね。ペダルもマジでやばい、これ。で、奥側にあるのが、これがね、中には全部こういうアタッチメント系が入ってます。はい。これスカフのスティックだけでこんなにたくさん見て。やばいよね。うん、スカフのね、パドルとか。こういうのいっぱい入ってます。はい。で、あとはなんだろう。これだね、この棚だね。はい、全体図。上から下までこう見ていきます。こんな感じ。じゃあ、上から見ていこう。はい、まずはこちらから。ゲームゼロですね。これすごい使いやすいです。これはね、在宅勤務の人にもおすすめできますね。付け心地かなりいいです。で、こちらがね、ロジクルさんの G Pro X ですね。これも使いやすい。ここら辺2つともおすすめだね。こちらですね、さっき業務用のダイナミックマイクのヘッドセットあるって言ったけど、これはコンデンサーマイクのヘッドセットです。これ新しいモデルですね。これもね、かなりいいんですけども、一時期すごい使ってたんだけど、名前がね、BPHS2C っていうね、うん、驚くほど高いです。これもね、レビューしたいね。これとこのさっき見たダイナミックのやつと一緒にレビューしたいね。で、MH670 かな。で、GSP670 ですね。MH630 だな、こっちが。で、こちらがスティールシールのアクティスプロワイヤレスですね。はい。これヘッドセットです。あ、で、これ、フリークの森ですね、これが。フリークの森でございます。はい。で、次が、デスニーのエングラム。ストレスボール。ギューってやるやつ。はい。ずっと放置してる。数年間放置してるノートパソコン。精密ドライバーのセット。で、ここやべえな。はい、これ全部壊れてないコントローラーですね。こちらが全部スカーフですかね。スカーフ系ですね。はい。スカーフ、インパクト、インパクト。で、純コンかな。純コン。あ、これでも BBC だな。これ BBC。これは、これも純コンだね。純コン、BBC、純コン。これスカーフだ。改造したスカーフ。で、これも純コン。で、こちらも純コンですね。はい。こんな感じ。はい。
まあ、何本手があるんだって話ですけどね。解析ですね。はい。で、スカフバンテージ2。これ箱の中入ってます。最近ちょっともう一回使おうかなとか思ってます。で、こちらが、この前ツイッターで、ツイートしたやつです。PS4 のトーナメントスティック。これ遅延がね、すごい少なくなる。プロ用のね、やつです。これもレビューしていきたいですね。で、まだあった。脱法コントローラーやん、これ。脱法コントローラーここに飾ってます。はい、でこれも自分でね改造したコントローラーですね。はい、いやーマジでこう見るとやべえな。下の段に行くと使ってないキーボード一部ここに置いてます。一部です本当に。ロジクールさんのやつとかハイパーアキさんのやつとかコルセアさんのやつとかいろいろありますね。で僕が愛用してるエアコンですね。ダイキンのエアコンでございます。24度静かにしています。はい、でこれはこの前のね10ギガランの動画で使った激安の10ギガラン専用の、ルーターですね。これすごい優秀です。今のところ全く問題ないです。最初の設定だけちょっとねプロっぽいことしなきゃいけないんだけど、でも10ギガランの動画ねまだまだ完結できてないのは実は理由があってちょっと言い訳させてほしい。10ギガランのねマシンここにあるんだけどこいつがたまに落ちるんですよね。多分フリーナスを使ってるんですけどフリーナスがたまに不安定になって勝手にフリーズしちゃうんですよ。フリーズナスになっちゃってるんですよ。OS の方変えようかなと思ってます。そっちの方がなんかスピード出るし安定するって聞いたことあるんで今ちょっと考え中ですね。それで安定したら、まあ、完結動画出そうかなと思ってます。これはフリーナス用のキーボードとフリーナス用に使ってるマウスですね。ハイパーアキさんのを使ってます。これ挿してないとねこれもフリーズしちゃうんですよ頻繁に。なんかね不安定です。はい、でこちらが僕のメイン PC ですね。メイン PC に関しては i7 の 9700K だっけ、そこら辺だったと思います。はい、まあまあね戦える現役で戦える PC になってます。これで動画編集とかしてます。 RTX2080Ti を提供してくれる方がいたらぜひお電話ください。はい、でこちらにあるのが、はい、アーロンチェアでございます。はい、これはねすごいおすすめですね。やっぱり一日中仕事してる人、モニター前で仕事してる人にとってはこれかなりいいですね。外資系とかでねこういうのってもうスタンダードで使われてますね。これは本当に優秀ですね。アーロンチェア高いですけどすごくいい投資でしたね。安売りしてるところで買ったんでね13万かなそれくらいだったと思います。はい、これで一周しましたね。はい、いかがでしたでしょうか。蝶猫犬の、ゲームベアなんか上にちょっとあれ上になんかクラウドアルファ S がクラウドアルファ S がかかってんやけど、これもすごいいいよ。これめちゃくちゃいいよ。みんなここにいるのにお前だけなんでこっちにいるんだ、うん、大丈夫か。どういう心理状況でここにかけたんだろう。まあいいややばいな。はい、でまた一周して戻ってきましたね。 YouTuber は必須のアームですね。 YouTuber やるならまずはアーム買ってください。何本あっても足りません。10本あっても問題ない。でその中で僕が最強と認めるのはこのアームのみです。はい、異論は認めない。はい、以上ですね。ということであとは何だろう。そうだ、次寝室だ。そう、寝室見に行きましょう。やばいよ、蝶猫犬の寝室なんて誰が見たいのか分かんないんだけど見ていきましょう。ちょっとねチェックしますね。あ、大丈夫？あ、大丈夫？オッケーオッケー。ちょっとね、今昨日からちょっとね、クラブとか行っちゃって、うん、女の子3人ぐらいちょっといるんで、ちょっと大丈夫かちょっと聞いてますね。はい、嘘です。はい、行きましょう。はい、ここが、蝶猫犬の寝室ですね。はい、なんの特徴もないな。あれなんか、ありましたね。ありましたね。YouTuber の必須。アームがもう一本ありますね。これ何のアームやねん。なんでこんなとこ立てとんの。 YouTuber になるならアームを買ってください。ベッドの横に置く必要ないです。はい、ちょっと見ていきましょう。これベッド周りですね。これは、はい、皆さん多分ね期待してたかもしれないですけど違います。普通のいわゆる電マってやつですね。こういう風にこれね豚肉とか硬い時にこれ叩いてね柔らかくするやつですね。はい、マジ俺筋肉めっちゃ硬いんでこれくらいの威力がないとダメなんですよね。あーってねなります。はい、こんなことしてる場合じゃないんだ。で、あ、これはね予備の緊急用のLANケーブルですね。なんでここにあるのか分かりません。で、アイマスク、うん、これすごいこれいわゆるアイヒートマスクっていうの温めるやつですね。これすごい重宝してます。これ目疲れた時にすごいいいですね。で、もっとね気持ちよくなりたい時はこのメグリズムの蒸気でアイマスク、これのユズを使ってます。すごい好きです。これは神アイテムでございます。ここにネベラのあれだね、以前紹介した1月1日に紹介したやつ置いてます。で
なんでここにコントローラーの殻がいっぱい置いてあるんだけど、どういう心境？コントローラー好きすぎかな。これ僕が一番愛したゲームですね、デスニーの設定画集ですね。はい、これは枕元に置いてます。で、こちらがですね、もう多分おそらく、職務を全うした後の消臭ビーズですね。どれだけの俺の臭い匂いをね消したのか、もうね干からびてますね。引退直前です。はい、こんな感じかな。こっちはアームが受けるんだけど、存在感やばいな、アームの。はい、でこっちちょっと見えないんでバッと開きます。これカーテンでね仕切ってます。はい、こういう風に仕切ってます。あ、バッて開けれないな、ちょっとこう半開きぐらいで。ちなみに僕のベッドなんですけども、これテンピュールのやつを使ってますね。テンピュールのベッドですね。こうすごい沈み込みますね。これはね寝心地はいいんですけども、ちょっと俺には柔らかすぎて、俺結構でかいんで、もうちょっと硬いやつにしとけばよかったかなっていう感じですね。これはなんだっけ、これ抱き枕モグですね。これ結構いいです。肩痛かったんだけど、これ使ったらねちょっと肩こり良くなりました。はい、そんな感じですね。はい、 OK、 全部でこれで全部だ。はい、だから全体的に見るとこんな感じで、僕の部屋こんな感じですね。はい、見えてるかな、こんな感じ。はい、これが、蝶猫犬のお部屋でございます。はい、この後ですね、仕事用の机の方も紹介するって言ってたんだけど、僕が喋りすぎてちょっと尺がとんでもないことになってるんで、まあもしそうだな、少しでも今回の動画ね楽しめる方がいたらぜひいいねください。500いいねいったら次の仕事机の方の動画も作ろうかなと思っています。ちょっと疲れたわ。あ、この慣れないね、こういうのは大変疲れました。でもね少しでも楽しめたら、幸いです。ゲームチャンネルの方もやってますんで、そっちはね個別のゲームのゲームプレイとか攻略動画とか出す予定です。で今後ですね、このメインチャンネルの方でもゲームレビューとか、あとゲーム紹介とかもやっていこうかなって思ってます。まあ月に1本ずつとかね2本ずつとかやっていこうかなと思ってます。まあ基本的に主演機メインなんですけどね。そんな感じでございます。それではご視聴大変ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。